勇者の実家。こんにちは、勇者の実家。どうもお帰りなさい、劣化です。1ヶ月ぶりの方もいらっしゃるかもしれません。さあ、マザー劣化がお送りをしています。勇者のこちらは実家でございます。お帰りなさいませ。ということで、非常に、暑さがまだまだ残っている。なんか夏が長いなっていうのを最近に感じるんですけども、昔は嬉しかったんですけど、最近、昔も嬉しくないか、暑いのあんまり得意じゃないので、ちょっとしんどいなぁと思ってます。こんなに暑いとちょっとね、走りづらいんですよ。あんまり、なんでしょう、こう、私冷房がかかってる部屋とかで走るのはちょっと CO2 溜まっちゃうんで、体にあんまり好きじゃないので。本当はジム好きですよ。ジムも好きなんだけど、もうね、みんなと一緒にこういる空間でこう重いダンベル上げたりとかも好きなんですけど、できれば私は個人的には自然の中を走りたいタイプなので、ちょっと暑すぎだなと思ってます、最近。はい、ここ何年か、なんか結構世界的にその暑さについて問題だねみたいに言われてるから、最近はその暑さの対策がもう世界各国あちこちの全ての属性の方たちに向けていろいろ研究されてるらしくてですね。まあ学校とかもそうなんですけど、多分働く人とかにとってもね、どんどんその暑さに対策がなされた世の中にはなっていくと思うんですけど、いやーにしても暑いなと。働くその人というか、その走る人、外走る人にとっては結構過酷な季節かなと思ってますけれども、皆さんお元気でしたでしょうか。私はですね、いろんなこう苦しい、何でしょう、谷のような、この大変ちょっとこう辛いね、別れが今年もいろいろとあったもので、ちょっとこう夏の間はね、メンタルがね揺れ動いたりもしてたんですけど、日常が帰ってきてみると、やっとね、子供たちも皆さんこう学校に行ってくれましたので、帰ってきてみると、なんかね、9月になったらね、ちょっとこう自分もこれなんか星座が動いてるのかなって、星がなんか直列したのかなって思うぐらい、すごくいろんなことが動き始めてですね、なんか起き始めたなっていうことを体感的に感じているところなんですよ、今現在。っていう話からまずしようかなと思うんですけど、私の場合で言うとですね、勇者ってどんな人だって考えるときに、今すごく輝いてる人とか、今すごく活躍をしている人のみを勇者とはあんまり捉えないタイプなんですよ、私がね。じゃあどういう人が勇者なんだっていうところを一緒に考えたいんですけど、例えば、すっごい瞑想してる人、瞑想ってメディテーションの方じゃなくてヨガとかのじゃなくて、もう迷い走りしてる人、変な呼び方しちゃった、迷い走りしてる人、往々にして瞑想って、そっちの瞑想って悪い雰囲気のその言葉で使われるじゃないですか。あの人瞑想しちゃってるよみたいな。でもね、私はね、悪い方の意味で使わなくてもいいかなと思ってて、瞑想してなんぼだと思うんですよ。しつこいですけど、ヨガの方の瞑想の話ではないです。今ここから聞いた人に言いたい、ヨガの話ではないです今日はこれはですね、人生の中で迷い走りをする機会が多ければ多いほど、その人ってなんか見つけるんじゃないかなと思ってる口なんですよ、私が。言い訳という話もありますけれども、噂もありますけれども、私自身がね、結構瞑想するタイプだと思うんですよ。迷いすぎて、これまで多分、劣化としていろんな曲も出させていただいて、音楽活動っていうものは幸運にも続けられてきたんですけど、
音楽以外のことでやろうとしてみたこととか、実際にやってみたことって実は5万とあるんですね。だ音楽だけと思ってないんですよ、やれることが。バカなんですね、本当ね。バカなんだと思います、基本的には。基本的にはバカなんですけど、昔で言うと流行った動物占いってあるじゃないですか。アラフォーの人は知ってるはず。昔中学生ぐらいの時に多分流行った、小学生かな、流行ったんですけど、動物占いで言うと私は諦めの早いチーターっていうやつなんですけど、諦めが早いね、チーターはチャレンジャーなんですって。でそれを信じちゃったもんだから、中学生以降にいろんなことに挑戦してみては、あー違ったとか、あこれじゃなかったとか、あこれちょっと向いてなかったなとか、そういうことを繰り返しながら、結局今残ってんの音楽だけっていう話なんですけど、そんな私からね言わせていただくと、瞑想ってその悪く言うとそう言われちゃいますよ。迷っちゃってあんな瞑想しちゃってみたいな。でもね、そこだけ切り取って瞑想してとかいう意地悪な人は世の中にいっぱいいるかもしれないですけど、気にしなきゃいいんですよ。でね、気にする人にも言っといてあげる。瞑想することがあることによって、瞑想しない人生よりも、たくさんの景色見れるわけですよ。すっごいそれって大事で。私、小学校からですよ、言ってみれば、もう小説家になろうとして小説は書いたわ、漫画も書いたわ、詩も書いたわ、もう書く系好きなんですけど、小学校の時からもうそれを瞑想を始めるわけですよ。でね、中学校以降もね、中学校以降今度出会う人がまたブワッと増えるので、そこから私人の影響しか受けない人生なんで、もう人は宇宙の星とかもそうなんですってね。非常に影響を与え合って、もう絶妙なバランスでそこに星たちは存在してるらしいんですけど、人間も多分そうだと思うんですよ。絶妙なバランスで、渋谷のスクランブル交差点とかも全員歩いてるのに全然ぶつかんないじゃないですか。あれすごいなといつも思うんですけど、まあ、ちょっと話が逸れちゃうか。絶妙なバランスで人が人に影響を与えて受け取ってっていうのをめちゃくちゃ日々繰り返している。まあその最たる場所がまず一つ学校っていうのがあると思うんですけど、その中学校の時に私は出会った人のその影響を受けて、そろそろ演劇部に入ったりとか、演劇部ですからね、何しようとしたんですかね、そこでね。でも演じてましたよ、すごい。覚えてる？何演じたんだっけ？うわ、中1の時に演じた劇は覚えてないんですけど、その演劇部はね、その後即辞めるんですよ、私。演劇部即辞めて、全然好きじゃなかった走ること。足遅い。いつも小学校では4位か5位。まあ、ビリ。っていう短距離の遅さっていうのがあったくせに、走るの超嫌い、苦手って思ってたくせに、運動部なんて絶対入んないって言ってたくせに、とある友達、大好きな友達が入るから、ちょっと一緒に体験だけ行ってみないって言って呼ばれて、誘われて一緒に行ってみたら、自分は演劇部はやめて陸上部の方だけ残して、結局そっちを続けたっていうね。全くその当初、多分自分一人で誰の影響も受けなかったら、やんないことをスタートさせてるわけですよ、中学1年生。それまず、面白いじゃないですか。それは、完全に、中学1年生までは出会ってなかった何かに、中学1年生の時に出会ったことによって、始めちゃったわけですよ。で、陸上部始めちゃったことによって、またその陸上部の出会いがあったんですね。陸上部の中で出会いがあって、私めっちゃ大好きな子がいて、その子と交換テープっていうのをして、よくこういうラジオ番組みたいな感じで毎日帰ってきたら、カセットテープですよ当時。こんなスマホ録音とかないんですよ。超めんどくさいのによくやってたと思うんですけど、カチってやってカセットに録音して、今日ねこんなことがあったんだって言って喋って、聞いてもらって、で相手もそれ聞いて、聞きながら返してくれてっていうのを、超謎の文通ならぬカセット通をやってたんですけど、そのやってた友達がね、結構今で言うとちょっとこう、ちょっとやんちゃ系、今で言うとっていうか昔もか、
昔もねやんちゃなんですよ。で私より全然やんちゃだったので、なんかこう具合悪いとか言って授業をいきなりサボって帰っちゃって、なんかどっか遊び行っちゃったりとか、かなりその自由すぎるところもある友達だったんですけど、その子すごいおしゃれでもあって美人でもあって、すごくその遊び友達が多い子だったので、その子の影響もあって結構、まあ、陸上部でその聞く子が多かったんですけど、ヒップホップとか当時すごく流行り始めていたクラブミュージックっていうのにハマっていくわけですね。だから陸上部のせいなんですよ、私が音楽やってんの今。誰が思いますかそんなの。陸上部のせいで音楽やってんですよ一生。不思議だなと思って、そのね、ある意味じゃな、何目線で言おうかな、先生目線で言ったら、もしくは親目線で言ったら、もしくは私の兄弟目線で言ったら、完全に私が陸上部に入ったのって迷走だと思うんですよ。私の多分兄弟はみんな知っている私が足が遅いということを、で運動音痴だっていうことをよく知っているのに、陸上部に入ったっていうのを聞いてきて、あーこいつ迷走してるって思ったと思います。でもっと言うと、楽器とかいっぱい習ったことあったんですけど、結構続かなくて、バイオリンだったりピアノだったり、私小学校の時やめてるので、そんな私が音楽やりたいって言って、中学生でなんか DJ の機材集めて、中古のめっちゃ古いやつとか、もう機材っていうか、なんかただのレコードプレイヤーなんですけど、そういうのでなんかこう音楽を始めやがったっていうところをね、それも多分続けてなかったら迷走として終わったものだと思うんですよね。あの周りから見れば、先生も親も家族も友達も、あいつ何始めたんだ、何迷走してんだって思われることを数々私はその後増やしていくわけですよ。そう、増やしてんの。すごいなと思うのがね、迷走する人はね、どんどん迷走をね深めていくんですよね。私はね、人生結構長くなってきましたけど、もう中盤超えたかなっていう気がまだして、まあ、してます。中盤は超えたんですけど、多分。でもね、まだまだ長いなと思ってる中で、まだ瞑想したいと思ってるんですよ。瞑想したいって言い方かな。何をしたいって言えばいいんだろう。挑戦？そう、挑戦はしたいですよね。挑戦ってでもかっこよすぎる言葉だから恥ずかしくって瞑想でいいやって思っちゃうんですけど、それで何かすごいことを結果として出してやろうとか、ものすごいところに上り詰めようなんてことは思ってなくて、ただ、見に行きたいんですよね。その景色を。っていうことで、した瞑想は数知れず、そしてこの先もしてみたい瞑想は数知れず、っていう、自分自身がいるので、私は、そういう行為を肯定したいなぁと思ってます。で、もっと言うと、瞑想と青春って関わりがあると思ってて、青春って、厳密に言うと多分、結構若い時の、時期だったり、感情だったり、体験だったりっていうことを指して青春って言うと思うんですけど、大人になっても青春してる人って結構いっぱいいるなぁと見てて思ってて、で私も憧れなんですよ、そういう人が。ちょっとこれはあんまり限定もできないし、こういう人だって定義しちゃうのもちょっとつまんないと思うので、あんまりそういう描写はしないんですけど、青春してる人ってなんかいいじゃないですか。それがね、一生続く青春だとしたらね、そんな幸せなことはないなぁと思うんですね。でも、その青春の内容が、青春の分野が、一つじゃなくてもいいと思う今日この頃なんですよ。で、むしろ、もしかしたら今の時代ね、マルチな活躍する人もたくさんいるし、非常に早い段階から一本にしないで、何本もそういう青春のネタを持って生きていくっていう人もいっぱいいると思うので、それも素晴らしいなと正直思ってます。うん、憧れです、本当そういうのが。なので、その瞑想をする、たくさんの景色を見る。で、あ、やっぱ違ったって言って、途中でそこはもう帰ってきたりとか。っていうのも全然 OK だと思うし。
で、それを繰り返した結果、いやいや瞑想した中で思いもよらなかった、自分一人じゃ全然そんなとこ行かないだろうっていうところに来れて、でそこに来てみて考えてみたら、ここから先にこういう道があるっぽいからそっち行ってみたいなって、ちょっと新たなちょっと自分の進路みたいなものに出会ったとか、そういうこともきっとあると思うんですね。なのでそれをして結果青春に出会うみたいなことがある気がしてます。なんで私こんな話をしてるかっていうと、私結構ここね、何年も瞑想してると自分で感じてるんですよ。これはここ 2,3 年の話でもなく、ここ5年ぐらいの話でもなく、もっと言うとここ15年ぐらい瞑想してる気がするんですよ。それはなんでかというと、音楽を仕事にさせていただいて、非常にありがたいんですけども、音楽を仕事にできてしまった時点から音楽だけじゃダメだってずっと思ってる感じがあって、それがなんでと言われるとこう説明するのが難しいんですけども、多分私一生思ってそうなんですけど、いろんな本当に音楽の天才たちを見ているので、音楽はなんかその仕事にすることが一つの正解とは限らないなみたいなことをよく思うんですよ。辞めちゃった人とかでもすごいやっぱり多彩で、いろんな活動してる人たちがいっぱいいるので、一つの才能としてね音楽やってるって人いっぱいいるんですけど、なんかその逆に音楽を一つのもうこれ仕事でみたいな感じにしちゃうとしんどくなる人もいると思うんですよね。で、なんかそういうかっちりした形でないものにしておいた方が、そう、むしろこれは一つの青春にしておいた方が燃える気がするんですよ。燃えるって私の好きな燃焼の念っていう感じなんですけど、そっちの燃えです。草冠の方じゃないですね。そう、燃えるのが好きなんで私は。じゃあどうしたら音楽で燃えていられるかって思ったら、音楽以外の何かもないと私多分燃えていられないんですよ。っていう精神性を持っているなーって自分で思っちゃったんですけど、そんな私がね、すっごい最近嬉しかったことがあって、何があったかと言いますと、瞑想仲間を見つけたんですよ。迷い走りして生きて、表からは分かんないですよ。その人に関しては私褒め言葉で今瞑想って言ってるんですけど、とてもとても瞑想とは思えない、本当にまっすぐずっと進んできてる人なんですけど、でもそういう風に周りから見えてる人でも実際話をちょっと最近会って深くしてみたら、すっごいいろいろ迷ってて悩んでて、これでいいのかなって思ってて、いやいやこれのままじゃ良くないって思ってて、じゃあどうしようって考えている、そんな瞑想仲間を見つけちゃったんですよ。すっごいそれが嬉しくて、そうだよね、このまんま何もしないで、何もしないでっていうあれもちょっと難しいですけど、その自分が普通に生きている上でやっていくことって、そこからこう抜け出て走り出そうとする意志がなければ何も変わらない昨日と同じ、去年と同じ今年を過ごすことって全然普通にできると思うんですけど、そうじゃなくて、もっと自分に何か効果的というか、何でしょうね、しっかりとした、自分が納得できる答えが出せる何かこう行動は起こせないんだろうかっていうふうなことを考えちゃうタイプなんですけど、それを同じように考えてる人を見つけちゃってすごく嬉しくなっちゃって、でもね、大人なのでいろいろと腰が重いわけですよ。お尻が重いわけですよ。ね、頭よりお尻が重いですから。
動けないんですよね。でもそれでも動いちゃうとしたら、ついに私の本気の瞑想と、もしかしたら青春が始まるのかなっていう気がしてるんですけど、何をやるにもだからね、青春してたいんですよ。やばい、死後かもしれないですけど、でもね、そういう気持ちは私はすごい素敵だなと思ってて、だから最近読んだ漫画で言うと、パラリンピックが素晴らしかったんで、リアルっていう漫画を読んだんだっていう話を、実はこの間ファニコンラジオの方でもしたんですけど、車椅子バスケットのリアルっていう漫画でもめちゃくちゃ感じたことなんですけど、やっぱりね、青春っていいですよ。そう。で、私も、青春に憧れがあるものとして、私本当はこういう仕事をする人なのに、私こんなこと始めちゃってどうしようって思ってる人がもしいたら、え、最高じゃんって。本当の仕事はもちろんそれはそれで続けているのも素晴らしいしなんですけど、それ以外のことを始めることによって、そこ以外の景色を見ることによって、その本当にずっとやってきた仕事の方にも多分いい影響があると思うんですね。やらないよりも、それは短期的にね、この日一日の話だけしたら、そりゃあまあ疲れるでしょうし、時間も奪われるでしょうし、普通に自分のやるべき仕事だけしてるよりも仕事の方が削られちゃうかもしれないですよ。でもそんな短期的なちょっとした大変ねっていうことよりもね、そのちょこっと見に行ったところでもらえるいろんなメッセージとか、自分が知らなかったことっていうことに出会えることの方がものすごく意義があるんじゃないかなと私は思いますので、もしかして人からはね、理解されなくても、ぜひ、立ち寄ってみるとか、ちょっとお散歩して、普段行ってないところに行ってみる、例えて言うならね、そんな感じの行動も含めて、もうめちゃくちゃ瞑想してほしいと思います。そんで、瞑想してる自分に気づいたら、おー、自分すげーって、仕事もして生きてるだけじゃなくて、もう瞑想も始めた、みたいな。もうめちゃくちゃ褒めてあげてください、自分を。結構エネルギーもね、いることだと思うので、エネルギーも勇気もいることだと思うので、だからこそ、そんな、今だって合理性とかね、突き詰めていったらもういくらでも合理化できる時代ですよ。でも合理化が一番素晴らしいと私は思ってないですから。思ってたらこんな曲書きませんから、私。チャット GPT に書いてもらいますから。そんなことしても何も面白くないので、ぜひですね、瞑想に、こう、時間を使っていってほしいな、と思っちゃいました。はい。というわけで、私、レッカも、いろいろこう、日々、迷いながら。でも、迷いながら常に思ってるのは、いや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 、諦めたらそこで試合終了だしなってとある大先生が言った言葉があるんですけど、それもそうだし、もうね、日々ね、そこはね、自分との戦いかなという気もしてます。はい。そんなわけで、私レッカもいろいろ迷いながら、皆さんと一緒に勇気を持って進んでいきたいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとなんかその人に出会って、その自分がいい影響を受けて、まあ、全然もともと思ってた方向と違う方に行くっていうことも含めての、いろいろ人生の醍醐味かなと、面白さかなというふうにも思うので、ぜひその見えてきた新しい縁とか、新しい景色とか、新しい感情とかも大事にしてあげてほしいなと思います。なので人との出会いはぜひ大事にしてみてください。さあ、そんな私、レッカからのお知らせがいくつかありますけれども、9月の話は、前もお伝えしましたが、
18日の24時からスペシャルで、リバティエラツアーの東京公演が独占放送をされるということなので、ぜひチェックをしてみてください。そして10月13日ミッチュリのイベントピアニカの魔術師フェスに出させていただきます。服部緑地になります。これは結構特別な、セットリストで向かいそうな雰囲気になっております。というのと、10月の26日こっちは初めて高知の野音祭に出させていただきます。こちらもぜひ楽しみにしていてください。あとですね、最近インスタグラムのアカウントを、ちょっと整理させてもらいまして、スタッフさんのアカウントっていうのを新しく作ってくれたんですよ。ぜひこれチェックしてみてほしいと思ってます。インスタグラムの私のアカウントはね、レッカーオフィシャルっていうのがあるんですけど、そのレッカーオフィシャルっていうのをもし、見てくれている人は、そのレッカーオフィシャルのプロフィールの方にそのスタッフさんアカウントの方も入れておきましたので、私のレッカーオフィシャルの方はですね、結構バシバシそのプライベート写真って言っていいのかわかんないですけど、私が見ている世界の景色をいろいろ載せているんですよ。なんか最近虫が多めなんですけど、虫と食べ物と自然が多めなんですけど、まあいいやって感じで、載せてるんですね。で、プラスたまに、私の姿も出てくると思うんですけど、で、プラスたまに私の姿っていうのが、多分スタッフさんの方ではもっとちゃんと私の姿が出てくると思うので、むしろそっちの方を見てくれっていう気はするんですが、はい。そんなわけで、インスタグラムのアカウントが、たまにね、なんかね、こんな私にもなりすましをしてくれる、水凶な方がいるみたいで、なりすましアカウントがたまに現れるんですけど、基本私とスタッフさんの今、二つだけ。しかもそのスタッフさんのアカウントは、今月の9月の11日に開設されたばっかりということなので、ぜひこの2つをチェックをしてみてほしいと思います。というわけで、勇者の実家、いいですか、勇気があれば瞑想もできるということで、ヨガの方のね、瞑想もいいかもしれないですが、とりあえずもう迷ってください。迷ってもうあらぬ方向に走っていってください。なんか見つかりますよ、きっと。何も見つかんなくてもちょっとね、ああ違ったってことが一個分かって一個潰せるじゃないですか。はい、っていうことも含めて、いろんなことをやってみる勇気をぜひ一緒に持っていきましょう。というわけで、今日も聞いてくれてありがとうございました。またお会いしましょう。元気にね、いってらっしゃい。